今回のテーマ、調達計画と業務要件定義。おはようございます、マサルです。今回はシステム企画の分野から調達計画と業務要件定義について一緒に勉強します。それでは始めていきましょう。令和3年春、問い33。コンピューターシステム開発の外部への発注において、発注金額の確定後に請負契約を締結した。契約後、支払いまでに発注側と受注側の間で交わされる書類の組み合わせのうち、適切なものはどれか。ここで契約内容の変更はないものとする。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、う、納品書、研修書、請求書、この組み合わせが適切です。それでは解説していきます。請負契約とは、発注元が請負会社の成果に対してお金を支払う契約です。発注元と請負会社は請負契約を結び、請負会社は発注元が依頼したサービスなどの成果物を作り、それを発注元に納品して報酬を得ます。今回は請負契約の流れでどのような書類のやり取りがあるのかが問われています。一緒に流れを見ていきましょう。請負契約後、請負会社では成果物ができたら発注元に納品します。この時、納品書も一緒に送ります。納品書はきっと皆さんも受け取ったことありますよね。インターネット通販で商品を注文すると、商品と一緒に紙が届くことがあります。あれも納品書です。請負会社は納品書によって発注元に納品したことを証明します。その後、発注元は納品された成果物が発注内容を満たしているかを検査し、問題がなければ研修書を請負会社に送ります。その後、請負会社は発注元に請求書を送ります。請求書は商品やサービスを提供した際に報酬を支払ってもらうために発行する書類です。その後、発注元は請求書の内容に基づいて報酬を支払います。ここまでが契約後から支払いまでの間にやり取りされる書類の流れです。では問題を見直しましょう。コンピューターシステム開発の外部への発注において、発注金額の確定後に請負契約を締結した。契約後、支払いまでに発注側と受注側の間で交わされる書類の組み合わせのうち、適切なものはどれか。ここで契約内容の変更はないものとする。正解は、う、納品書、研修書、請求書です。それでは次の問題です。令和6年春、問い33。次の記述のうち、業務要件定義が曖昧なことが原因で起こり得る問題だけを全て挙げたものはどれか。 A、 企画プロセスでシステム化構想がまとまらず、システム化の承認を得られない。 B、 コーディングのミスによってシステムが意図したものと違う動作をする。 C、 システムの開発中に仕様変更による手戻りが頻発する。 D、システムを受け入れるための適切な受け入れテストを設計できない。あ、い、う、え、どれが正しい組み合わせでしょうか。それでは正解の発表です。正解は C と D が正しい組み合わせです。それでは解説していきます。要件定義とは、ユーザーのニーズを確認して求められている機能を定義することです。ソフトウェアのライフサイクルプロセスでいうと、企画の後に要件定義があって、その後開発、運用、保守と続いていきます。過去動画でも説明しましたが、要件定義が曖昧だと要件定義以降のプロセスでいろんな問題が起こります。ではどんな問題が起きるのか、ソフトウェアのライフサイクルプロセスを意識しながら選択肢を見ていきましょう。A の選択肢、企画プロセスでシステム化構想がまとまらず、システム化の承認が得られない。これは企画プロセスで起こりうる問題です。よって A は対象外です。次は B の選択肢、
コーディングのミスによってシステムが意図したものと違う動作をする。コーディングミスとは設計書とは違うプログラミングを行ってしまうことです。これは開発で起こりうる問題です。要件定義以降のプロセスですが、業務要件定義が原因で起こる問題ではないので対象外です。次は C の選択肢、システムの開発中に仕様変更による手戻りが頻発する。仕様変更とはシステム要求事項や仕様を開発途中で変更することです。これは要件定義が原因で起こりうる問題です。要件定義が曖昧で仕様変更が起きてしまうと手戻りが頻発してしまいます。よって正解に該当します。次は D の選択肢、システムを受け入れるための適切な受け入れテストを設計できない。受け入れテストとはユーザーのニーズを満たして利用できる水準であるかを判断するテストです。要件定義が曖昧ということは何をもって受け入れて良いのかが曖昧になってしまいます。よって適切な受け入れテストを設計することができません。なので D も正解選択肢に該当します。つまり正解は C と D の組み合わせです。この図にあるソフトウェアライフサイクルプロセスを頭にイメージしてもう一度問題を見直しましょう。次の記述のうち業務要件定義が曖昧なことが原因で起こりうる問題だけを全て挙げたものはどれか。 A 企画プロセスでシステム化構想がまとまらずシステム化の承認を得られない。 B コーディングのミスによってシステムが意図したものと違う動作をする。 C システムの開発中に仕様変更による手戻りが頻発する。 D システムを受け入れるための適切な受け入れテストを設計できない。正解は A の選択肢、 C と D の選択肢が業務要件定義が曖昧なことが原因で起こりうる問題です。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は要件定義で仕様変更により手戻りが発生するという話題がありました。 IT に限らずだと思いますが、今までの仕事が全部無駄になることをちゃぶ台返しと言ったりしますよね。他にもいくつか変な言葉や言い回しがあるので紹介してみたいと思います。まずはポンチ絵です。ポンチ絵とはイラストや図を使って概要をまとめたものです。次はマサカリです。マサカリとは技術的に鋭い指摘を行うことです。これはどちらかというとネットスラング的な側面が強いので現場ではあまり耳にすることがないかもしれませんが、マサカリお待ちしていますと言われた場合は指摘があれば教えてくださいという意味になります。最後はなめるです。なめるとはデータを端から順に処理していくことを言います。データを上からなめて処理していくみたいな使われ方がありますが、個人的にはあまり好きじゃないので私自身はこの言葉を使わないようにしています。ただベテランのエンジニアさんはよくこのなめるという表現を使っている印象があります。それでは最後に復習です。令和3年春問33、コンピューターシステム開発の外部への発注において、発注金額の確定後に請負契約を締結した。契約後、支払いまでに発注側と受注側の間で交わされる書類の組み合わせのうち適切なものはどれか。ここで契約内容の変更はないものとする。正解は納品書、研修書、請求書です。次の問題、令和6年春問33、次の記述のうち業務要件定義が曖昧なことが原因で起こり得る問題だけを全て挙げたものはどれか。正解は A、C と D、 システムの開発中に仕様変更による手戻りが頻発する。システムを受け入れるための適切な受け入れテストが設計できない。こちらが業務要件定義が曖昧なことが原因で起こりうる問題です。今回は調達でやり取りされる書類と業務要件定義について一緒に勉強しました。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。
最近オンラインコミュニティでは2024年秋の情報処理技術者試験に向けて勉強イベントが多くなっています。もし受験される方がいればお気軽にご参加ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。